ストリプトコッカスミュータンスはグラム陽性で通性研究性の連鎖球菌の一種である。人の高校内にも存在し、腐食の原因菌の一つである。1924年に J. キリアン・クラークによって発見された。ストリプトコッカスミュータンスは最初から人の高校内に存在しているのではなく、口移しや食器の共有などによって、 感染者の唾液が口に入ることによって感染する。なお、同族に、ストレプトコッカスソブリヌスなどがあるが、それらすべてがストレプトコッカスミュータンスと考えられていた。しかし、DNA による同定法などが確立してきたために、それらが別の菌であることがわかった。ストレプトコッカスミュータンス標準菌と異なる等差を、持つグルコースの即差を持たない菌種は、高病原性株と呼ばれ、 白血球に鈍食されにくく、血液中に菌が存在する、菌血症状態となり、全身に病原性をもたらす。現在では、脳出血や海洋性大腸炎への関与が疑われている。高病原性株 TW295 への感染は、海洋性大腸炎の発症リスクを高めていると、日経メディカルは報じている。ミュータンス群は7菌種に分類されているが、 人の高校内に存在するのは、ストレプトコッカスミュータンスとストレプトコッカスソブリヌスで、共に輸食に関与している。ストレプトコッカスミュータンスは、菌体内に保持する、酵素群により、以下に示すような輸食過程の反応を活性化させる。スクロース。グルコースとフルクトースが、α-1 にグリコシド結合した二糖類。質として、グルコルトランスフェラーゼにより、 グルカンを酸性する。このグルカンにより、菌は、歯の平滑面に対しても強い付着能を有し、プラークを形成させる。スクロースや、マルトースなどの糖類を代謝することにより、乳酸を酸性する。この結果、高校内環境は酸性になり、エナメル質の脱回が起こる。特に、プラーク内は唾液による、水素イオン指数の干渉作用が弱いため汚食になりやすい。 ミュータンス菌脳出血と海洋性大腸炎にも関与日経メディカルオンライン記事2012年5月23日高校最近ミュータンス菌特異株の感染は海洋性大腸炎のリスクを高めるネイチャージャパン株式会社2017年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年10月17日閲覧ありがとうございます